あのね、ゆうきちゃん、ちょっと話があるの。ん？なになに？この前見たアニメの続きが見たくなった？違うよ、そうじゃなくて。アイリ、一人旅をしようと思うんだけど。え？一人旅？うん、いいんじゃない？ありがとう、ゆうきちゃん。じゃあ、早速準備するね。ちょっと、何言ってんのよ。一人旅って、そんなの危ないでしょ？危ないってなんだよ。別にいいじゃん、それくらい。一人旅？すごく面白そう。私も一緒に行くわ。それじゃあ一人旅にならないでしょ。え、ちさちゃん、一人旅許してくれるの？いや、そうじゃなくて、だから私は愛梨のことが心配なの。心配なのはわかるけどさ、愛梨だってもう小さくないんだから大丈夫だよ。はぁ、心配性すぎよ、ちさは。そうなのかな。うん、わかった。ちさちゃんが心配するのは、アイリ、前に家出してるからだよね。まあ、だからってわけじゃないけど。あの時はごめんなさい。まあまあ、それはもう過ぎたことじゃん。ちさの記憶力はすごいから。冷蔵庫に入れておいたちさのクレープ食べちゃったこと、いつまでも忘れないのよ。はいはい、どうせ執念深い女ですよ。だからね、ちさちゃん、アイリ、旅行計画をちゃんと書くよ。それならいい？旅行計画？うん、目的地はどこで、何時の電車に乗るとか、どこに立ち寄るとか、そういうの書いたらちさちゃんも安心してくれるかなって。そこまでされたらちさも認めないわけにはいかないんじゃない？まあそこまで言うなら。本当？ありがとう、ちさちゃん。じゃあ今から書いてくるから、後でちゃんと見てね。アイリもすっかりしっかり者だな。アイリはもともと結城よりしっかりしてるわ。あと結城と同じくらい強情なのよね。うんうん、アイリには私の後を継いでもらうつもりだからね。何の後を継ぐのよ。まずはお稲荷さん係かな。何なのよそれ。というわけでマネージャー、よろしく頼んだよ。そうだっけ。さすがユキ、いつだって前のめりね。もちろん、生まれたからには死ぬ時だって前のめりだよ。はいはい、もういい、私が説明するから。つまりマネージャーにお願いしたいのは。そうそう、さすがマネージャー、物分かりがいいね。ま、私はアイリのことだから大丈夫だとは思うんだけどさ。
ちさが心配性だからしょうがないんだよ。はいはい。あのね、マネージャー、ああ言ってるけど、この作戦を考えたの実は結城なのよ。あ、バラすなって。そうそう、それなのに私だけが心配性だみたいなこと言うんだから。だってそうじゃんか。こうでもしないと一人旅認めないでしょ。みんな愛理のことが大好きなの。私ももちろん大好きよ。うんうん。というわけでマネージャーお願いします。あれ、違ったの？じゃあこれ、愛理が書いてくれた旅行計画書です。そうなの、こういうのも愛理らしいわ。この計画書を見れば追跡もしやすいでしょ。頼んだよマネージャー、後方支援は私たちにバッチリ任せてくれていいからさ。丸六二丸、よし、作戦時間だ。これよりオペレーションカミナを決行する。柚葉団員。オーケー、結城隊長、現地特派員をミーティングルームに招致するわ。マネージャーをグループチャットに招待するのね。こちらカミナ本部だ。現地特派員は直ちに応答せよ。だ。いちいち大げさなのよね。あ、マネージャーから返答来たわ。マネージャーもノリノリね。この時間の新幹線、多分ロボに変形するやつだ。するわけないでしょ。まったく、アイリを見失わないようにしてくださいねと。とりあえずこれでマネージャーとの連携は問題なさそうね。いいな新幹線、私も乗りたいな。私も。日本の新幹線は見るだけでテンションが上がるの。あれ、もしかしてゆずは行ける口？オフコース、一般常識でしょ。チェンジ、シンカディアン。はあ。計画書の時間ぴったりに行動してるみたい。あの子やっぱりきちんとしてる。そういうとこは私と正反対なんだよな。アイリ楽しんでるかな。そうね、マネージャーからの報告だと楽しそうだよ。もう隠れなくていいですよ、マネージャーさん。
こっち来てください。一緒に散歩しませんか。新幹線に乗ったとこからです。マネージャーさん、隠れるの下手です。きっとちさちゃんやゆうきちゃんに愛梨を見守るように頼まれたんですよね。あ、ううん、違うんです。愛梨は全然怒ってないですよ。本当はもっと信用してほしいと思うけど、でも心配してもらえるってとても嬉しいことだから。それに一人でも大丈夫って伝われば、次は今よりももっと信用してもらえるって思うんです。だから最初からマネージャーさんには気づいていましたけど、最後までちゃんと見届けてもらおうって思ったんです。アイリ、来週一つ大きくなるから。ありがとうございます。誕生日を迎える前に一人旅するなら、今の自分が見たいものを全部見ようと思ったんです。富士山と菜の花と蝶々、そして新幹線、全部一回で見られる計画を立てたら、目的地がここになりました。頑張って調べました。それはゆうきちゃんが最近新幹線がロボに変形するアニメをことあるごとに見せてくるんですけど、でもアイリ、小さい頃から旅行は飛行機ばっかりだったから、それで一回新幹線にちゃんと乗ってみたくて。あと今まで富士山も飛行機で上から見ただけだったんです。だからちゃんと横から見てみようって思ったんです。はい、空から見るよりずっとずっと大きかったです。そしてここ菜の花畑、すごく綺麗で、やっぱり来てよかったです。蝶々もいっぱい飛んでるし。特派員は直ちに応答せよ。ゆうきちゃん、びっくりマーク多すぎ。アイリから伝えておきますね。マネージャーさんは今アイリと一緒に菜の花を見てるって。はーい、わかりました。あ、返信が来ました。完全にアイリをマネージャーが命がけで何事もなく後をつけるの略だって。ゆうきちゃん、コードネームとかつけるの好きだから。そうですね。今日はとても楽しいです。一つ大きくなる前にこんな楽しい思い出作ることができてよかったです。マネージャーさんとおかしな二人旅になっちゃったけど。